どうも皆さんこんにちは。今日は2022年12月の22日ですね、冬至でございます。さあ、今日はですね、午前中ちょっと雨が残っておりますね。今でもちょっと雨が降っているそんな状況でございますけれども、今日のですね、この近鉄のですね、電車については、ラッピングされてないね、両方の、やつが来ました。昨日は非常にラッキーな感じですよね。あれが見れてね、あれをちょっとすっかり狙っていたものですからね、撮れてよかったと思っております。今日は、KIA85 の8番と1109の、ね、このペアで行っておりますね。飛騨2号については D6 先生、それから飛騨5号についてですね、5号車6号車組み替えがありました。これはですね、21日の動画に入っている20日のですね、名古屋車両区の、ものがこちらについておりますので、ね、ちょっとご確認をください。それと今日はですね、那紀号、飛騨号基本編成、それから信濃号も確か、1編成か2編成だけ8両編成があった、それぐらいのね、増結にとどまっております。さあ、今日はですね、南京2号についてですね、鹿とぶつかったという形でちょっと遅れが30分ぐらい生じておりますので、動画はこの飛騨5号で終了でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またトレードに撮っていきますので、ぜひもご視聴ください。それではまた、さよなら。